アメリカのハーバード大学の教授が、慰安婦は性奴隷ではないという論文を書きましたよね。そしたら南朝鮮でもう錯乱状態というか発狂状態に陥ってですね、もう世界中の韓国系を同意にしてですね、この論文を撤回せよという運動をしているわけなんですが、なんと日本学術会議と連携する会員が論文の撤回運動に署名していたということが分かりました。そう、ラムザイヤ教授ですね。もうね、学術会議なんかね、やっぱ潰さなきゃダメですよ。大体ね、学術会議ってほら、学者たち、日本の学者たちのなんか代表機関みたいに言ってるわけでしょ。だから文句あるんだったら批判すればいいんですよ。撤回せよなんて、そんなね、論文のね、結論が気に食わないから撤回せよって、これ学問の否定ですよね。もし学問的に間違っているんだったら、どう学問的に間違ってるかを言えばいいわけであって、撤回せよとか言って乗っかってるって、これ学問を潰す話ですよ。論文で反論できないから撤回せよって言ってるわけでしょ。いや、だから反論できるんだったら反論すればいいじゃない。何なのこの人たち。そもそも学術会議はね、このラムザイヤー教授にね、世界中から論文を撤回せよと言っているけど、これはね、学者としては間違ってるって言うべきじゃないんですか。ね、そんな撤回を要求するなんていうのは学問のね、やり方としては間違ってますよ。学術上の議論をすればいいだけであって、反論をすればいいわけじゃない。だからそういうのに、ね、乗ってはいけないっていうことを言わなきゃいけないのに、そういう動きも学術会議しないんですよ。そしてこの連携する会員が署名してんですよ。何なのこれについて。学術会議説明せいや、それができないんだったらもうね、もう解散せいや、本当に。ひどいではね、この学術会議っていうのは。まあろくなことしないよね。はい、読みます。性奴隷否定論文の撤回運動、学術会議連携会員が署名、保守系団体が除名要求。慰安婦の性奴隷説を否定したアメリカハーバード大学のラムザイヤ教授に論文の撤回運動が展開されている問題で、保守系民間団体国際歴史論戦研究所は9日の記者会見で、日本学術会議の連携会員3人が論文撤回を求める声明に署名していたことを明らかにした。研究所は9日付で3人の除名処分を求める公開質問状を学術会議に送った。ラムザイヤー氏は昨年12月、慰安婦が交渉であったことを前提に、両者との契約を分析した学術論文を発表した。これに対し、アメリカ在住の韓国系の学者らが、性奴隷説を否定した内容だと批判し、論文撤回を求める署名活動を行っている。おかしいでしょ、どう考えたって。論文が納得できないって言って撤回の署名活動ですよ。これもうその時点ですでに敗北ですよね。論理的敗北ですよね。いや、例えばね、論文に使われている引用がね、間違ってるとか、この写真は別だとかね、これ論理的につながらないとかって言って、この反論、この論文おかしいって言うんだったら分かるんですよ。それが言えないから、でね、署名活動で撤回せよって。その時点で敗北していることに彼ら気づいてないんだよね。だから最後ね、何も言い返せなくなって、お前の母さんデベソっていうのと一緒ですよ。はい、研究所の藤岡信勝理事は会見で、数を頼んで論文を撤回させるやり方は学問的ルールに反しあってはならないと批判。その通りです。学問的批判はやるべきだが、撤回しろと言ったら学問研究は世の中に存在しなくなると訴えた。だからもうガリレオ・ガリレイの死刑判決と一緒ですよね。何年前の話ですか、あれは。連携会員は学術会議会長が任命し、約2000人で構成する。学術会議はラムザイヤー氏の研究の自由が侵害されている問題について声明などを出していない。研究所は6月3日に理由を尋ねる公開質問状を学術会議に出したが、期限までに回答はなかったという。おかしいよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは、毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。